チョンテセさん、浅野拓磨をベタ褒めする。日本代表は13日に行われたカナダ戦に4対1で勝利した。アベマで解説を担当した元北朝鮮代表 FW チョンテセはそのプレーを絶賛していた。今日はだいぶ良かったです。これで安泰かなと。ここまでワントップでそういう選手はあんまり見たことないなと。裏に抜けたりスピードがあるっていう印象だと思うんですけど、ワントップはクリアボールを体を張って味方につなげるっていうのが試合の流れを大きく決めるんですけど、それを体を張って味方がいないのに胸トラップでターンして仕掛けるまでやっていたので、こういうことできるんだと思って、これからワントップは長い間浅野選手が担っていくんだなっていうのを感じた試合でした。ゴールはなかったんですけど、それ以外のところが完璧で、ゴールはいずれついてくるかなと思いました。確かにカナダ戦の浅野はいつもに比べれば良かった。2列目に決定力のある選手が揃ってるから浅野はこれでいいんよ。岡崎がいるみたいだった。プレス完璧すぎた。ちょっと言い過ぎ。オフサボールは確実に上田綺世の方がいい。三笘や久保みたいにインサイドに切り込める選手とは致命的に相性悪いのよね。ボール欲しくてスペースを潰す動きしちゃいがちだから。カナダ戦もっかい見てみろよ。ボールほとんど収まってないから。ボール以外で笑い褒めてるようでけなしててくさ。ゴール以外完璧な選手は今までもいたのよ。ゴールが欠けているからオンリーワンになれないのよ。ゴール以外完璧って、いや点取ってくれ。マジでめっちゃ良かった。ゴール以外は。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。